2021年4月の6日、福島県郡山市デコ屋敷にあるお市茶屋に来ています。桜満開です。看板おばあちゃんのお市おばあちゃんです。ここにはたくさんの芸能人が訪れています。その中でも志村けんさんはとてもゆかりのある方で、志村けんさんの大丈夫だのギャグはこのお市おばあちゃんが福島弁で大丈夫だと言ったところから撮っています。ここに来るといつもこの脱炭そば茶を買って帰ります。当店人気第2位という大人気商品です。脱炭そば茶は糖尿病などの成人病予防やシミ、シワ、たるみなどお肌にもとってもいいんですよ。そして第1位はこの薬膳焼きニンニクです。これも臭くならなくってとっても美味しいです。おいち茶屋では特製の脱炭ソフトクリームを年中食べることができます。一口食べれば3年、二口で10年、三口食べれば一生長生きができます。脱炭ソフトに脱炭の粉をさらに振りかけて持ってきてくれます。まだかな、まだかな、あ、来ました。はーい。で、この桜の時期はお店の人も大忙しみたいです。じゃーん、脱炭が降りかかってます。ピントが合わないので撮り直します。じゃん、これが脱炭ソフトクリームです。いただきます。